こんにちは、新谷直介です。本日は奈良市平松にございますフロンティアという物件のご紹介をさせていただきます。間取りの方は 3DK になりまして、2階建てのアパートになっております。はい、まずダイニングキッチンの方からご紹介させていただきますと、こちらで約6畳ほどのダイニングキッチンとなっております。この辺りにですね、ダイニングテーブルを置いていただいて朝食などにスペースとして使っていただけるお部屋となっております。はい、キッチンの方はこういった形で、ファミリータイプのもちろん広めのキッチンとなっております。こういった、スペースがございますし、またシンクも広くなっておりますので、洗い物も調理もしやすいキッチンとなっておりますね。こちらの奥側に換気できるようにですね、窓がついておりますし、また反対側の方と窓を開けていただいたら風通しもいい、キッチンとなっております。こちらの方に給湯器のリモコンございますので、こちらで温度設定が可能となっております。キッチンスペースにはこちら、水回りの方がございまして、洗面所ですね、こういった形でもちろん仕切れるようになっております。はい、奥側の方には室内洗濯機置き場、こちらの方が独立洗面台としてシャンプードレッサーですね、こういう形で伸びるようになっております。またお手洗いですね、こちらの方になっておりまして、こちらの方は、ウォシュレット付きとなっております。はい、その奥には、横椅子となっておりますね。はい、ご家族の多い方でも十分、ゆったり入浴していただけるかと思います。ダイニングキッチンの奥側の方に、2部屋ございまして、まず洋室の方から、はい、こちらの方が洋室6畳となっております。バルコニーに面したお部屋になっておりまして、非常に明るい印象がございますね。またバルコニーに出ていただきますと、はい、こちらの方で、お布団と干していただけますし、向かい側は、すっきりとした印象のあるところになりますので、開放感のあるお部屋と言っていいと思います。またこちらの方は押し入れとなっておりますので、こちらに収納していただきますね。その隣のお部屋ですね、はい、こちらの方は、和室6畳となっております。こちらもバルコニーに面しておりますので、非常に明るいお部屋ですね。寝室でお布団を敷いていただいて、利用していただけるようなお部屋となっておりますね。またこちらの方、約1軒分ほどの押し入れがございます。お布団も十分に収納していただけますね。はい、こちらの方が 3DK のお部屋になりますので、あともう一部屋ちょっとご紹介させてもらいますね。まずこちらが玄関スペースです。下駄箱、備え付けとなっております。はい、最後に洋室の方ですね、こちらの方が約 4.5 畳ほどの洋室となっております。こちらのお部屋で、ベッドを置いていただいて寝室にも使っていただけますし、また子供部屋であったりとかで、奥様おられるご家庭でおもちゃが多いとかいう方はこちらに置いていただけるかと思います。またこちらも押し入れございますので、奥行きも割とございますので、収納豊富なお部屋と言っていいかと思います。はい、こちらの方は近隣の方も閑静な住宅街で過ごしやすいところかと思います。駐車場も1台込みの表示となっておりますので、条件等は弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のお助けでは皆様のご来店をお待ちしております。ありがとうございます。